はい、どうもこんにちは。今回ですね、2週目で悪心時で悪構造ということで、ボイド構造との違いを紹介していこうと思います。というのも、キーパッドとキーカードの配置に関しては前回と全く一緒でした。なので、そちらをまだ把握してない方は前回の動画を見ていただければなと思います。とりあえず概要欄に貼っておくので、ぜひご覧ください。で前回との違いは、燃える床と、パズルの数字の割り振りかなだけが違いました。はい。なので、そちらまで飛ばそうと思います。まあ、とりあえず最初のキーパッドに関しては、各自、取らなきゃいけないのでご注意ください。それでは燃える床の方まで飛ばしちゃおうと思います。はい。ということで、燃える床まで来ました。ね、こちらに関しては、やってて思ったのが一人が渡ってる時に、まあ、二人目入んない方がいいなっていう感じですね。多分これ一人じゃなきゃダメっぽいかもしれないです。同じルート通ってもダメだったので。それかただ自分が失敗しただけかもしれないですけど、まあ、とりあえず、ルートはこんな感じ。で渡り切ったら、左側にあるスイッチを押してあげてください。カコンってなったら渡れるようにはなります。で今回の数字の割り振りはこんな感じで、アーク構造のリストに関しても、また今回、レディットの方で新たに更新されてたので、そちらをご覧ください。概要欄にそれをツイートした時のリンクを貼っておきます。で今回自分がスイッチ担当初めてやってみたんですけど、まあ、とりあえず気をつけた方がいいなっていう点は、その番号のスイッチを押すときにちゃんと正面を向かないと、四角長押しできない状況だったので、まあ、変な方向向かないようにちゃんと気をつければいいかなっていうぐらいでしたね。はい、9の11です。2つあります。12の6、青の4番ですね。青の4番。オッケーだけど時間が足りねえ。30秒。申し訳ないです、7が見せたと。いやいやいや、シーケンス1がずれる場合あるんですよね。決まる直前に1個パコってずれるときあって。なんで、読むの一瞬だけ待った方がいいかもしれないですね。わかりました。ぐるって動いた後に、1個パコってまたもう1個動くみたいな。なるほど。うん。はい、ということで、無事成功しましたが、時間がなかったので、また別で AU クリアしてきました。最後のボス戦のところか、だけをまた動画流して終わろうと思います。ご視聴ありがとうございました。ではまた。それでも知らないのか。知らないのか。もうホールウォーカーやなきゃ。で右のやつやりますね。なんか近くにいる。よいしょ。あ、オッケー、左オッケー。左を向け。マジかよ、それ。いや、リスポンします。オッケーオッケー。あ、シャンク右いる。アーク撃てます？
けど。うん、サンダーロード刺さってますね。ナイス。一発7400ぐらいですかね。ラディエンスに入ってますね。一応オッケー。うん、フォールウォーカー対策でささやき一つで、あとサンダーロードでもいい気がするな、これ。今回。今回が 67%。精密も、そうっすね、精密もあと、なんか500だったっぽいんで。なんかささやき行ったら1回で、なんだっけ。ヤドラレスロールがいいところ。あれで、なんか1回で 70% ぐらい進むらしいっすよ。じゃあ、お疲れ様でした。お疲れ様でした。はーい、またお願いします。Oh.